HIV ビリオンは CD42 のヒト細胞に結合する。下の2つのイメージは、2つの侵入阻害剤の作用基準を示す。侵入阻害剤は、抗レトロウイルス薬の一種であり、HIV 感染症に対する併用療法に用いられる。侵入阻害剤は、侵入阻害薬とも呼ばれる。下位項目に、融合阻害薬、共受容体阻害薬等がある。侵入阻害罪に分類される薬剤は、HIV ウイルスが人の細胞に侵入することを阻害することで、HIV の複製サイクルを阻害し、HIV 感染から AIDS への進行を遅らせる。アタッチメントオブ HIV2、ACD4T、ヘルパーセル、1ザ GP120 バイラルプロテインアタチャス、2CD4、2GP120 ベリアブルループアタチャス 2A、コリセプター、イーザー CCR5 オア CXCR4、3HIV エンターズザセル。HIV が細胞に侵入するためには以下の療法が必要である。上記のコレセプターとしては CXCR4 と CCR5 が知られ、これらは本来はケモカイン受容体として働くものである。どちらのケモカイン受容体をコレセプターとして使用するかは、ウイルス株ごとに決まっており、それぞれ以下のように言われると言われる。CD4 と上記のコレセプターを共に発現している細胞は以下の通りである。したがって HIV はこの2種類の細胞に感染する HIV 侵入プロセスに関与する重要なタンパク質として以下のものが知られる。ヒト細胞への HIV の侵入は以下の順序を踏む。侵入阻害剤はこのプロセスの少なくともどこかを妨害することによって機能する。以下のような侵入阻害薬が認可されている。ありがとうございます。